美しき月よ、そなたはこれから起こることを見ない方がよい。醜い血に染まりたくないな。満月だ言うのさ、私のベッドでまるで棺桶に入った
眠っていたの。シーゼン、シーゼン、シーゼン。Yeah.
の子は今夜もまずい飯。かわいそうだよ。ご苦労なさってるのね。ところが今夜の私たち、何何？メロン。Yeah.
でまたキャン5号です。よろしくお願いします。今日はお呼びいただき ありがとうございました。京急に乗ってきました。東京都からやってきました。はい、はい、あ、宣伝してもいいですか。いいよ。来月3月18日に、東京都は荻窪クラブドクターさんで私の生誕祭があります。主演語物販です。終わりです。以上、私たちカモメ畑屋ゴーゴーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。